心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ。何か食べられるものを見つけてくるから。ユナ。何があっても。その本には触るんじゃないぞ。絶対に。黒の下の力。
ヨナは？大丈夫か？ヨナ！お兄ちゃんこそ大丈夫？あんな奴らなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー？ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方を。うん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べて。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ？ヨナ、いつも助けてもらってばっかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください。誰か。
ヨナ。じゃあ行ってくるよ。ヨナも一緒に行っちゃダメ。今日は狩りをすることになると思うからやめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてきてやるから。ありがとう。じゃあ行ってくるよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。北平原にはロボット山と呼ばれる鉱山があります。危険なところですが貴重な鉱石が取れることで有名ですね。おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど。商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って。必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて。僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな
早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね。うん、わかっ。ダメじゃないか。ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早く治す方法を探してたの。ヨナ大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。うん。今減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。羊の肉は集まったし、村に戻ろう。くそ、魔物がこんなところにも。村のこんな近くに現れるなんて。安心して帰りにも行けないな。お店の人に肉を届けに行かないと。
羊の肉集めてきたよ。助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝え。確かポポルさんは薬草を3つ欲しいって言ってたっけ。狩りへ出る。また買いに。羊の肉届けてきたよ。あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。今日のお仕事はこれでおしまいです。ありがとう。昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ。ヨナ、どうかした？ううん、なんでもない。おやすみなさい。じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。
も何か手伝えること？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから。村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、本当に大丈夫なの？任せといて。片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。お帰りなさい。ただいま。大丈夫？怪我はない？大丈夫だよ、ポポル。あなたが出た後すごく心配になって、やっぱり頼むんじゃなかったって。平気だよ、ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。あ、ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。そうだ、ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、
ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう、なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから安心して。よかった。早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。ヨナ、どこ行っちゃったんだろう。まだ図書館にいるのかな。ここにはいないみたいだな。ポポルさんに聞いてみよう。ポポルさん、ヨナが家にいないんです。え、何か心当たりはないですか？お昼にここに来てからは見かけていないけど。その時何か言ってませんでしたか？そうね、月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう話をしたんだけど。月の涙の話をよ、あ、そんな。どうしたの？昨日月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。え？それで何でも治す薬も買えるかって聞かれて。じゃあヨナちゃんは？まさか、探しに行かなきゃ。石の神殿は東門から行くしかないわ。ありがとう。ヨナ、東門に行ってみよう。あれは、ヨナ、まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。
が崩れてて先に進めないぞ。まさかヨナはこの隙間をくぐったのかな。他に先に進める道を探そう。
どこにいるんだ。ここにも魔物が。こんな危ないところに。ヨナ、you
ここから外に出れそうだ。上に登るには何か台になるものがないと。こいつら どけ早くドナを妹は邪魔だ
返してくれ。痛いではないか。邪魔だよヨナ。こら、またぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。どうやったらヨナを助けられるの。我が魔物どもを一掃すれば、あの魔法陣を解けよ。そんなことできるの。我を誰と心得る。乱世に力を与えし、死後の書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるの。我が歯向かうとは愚かな。死んだ万象を言葉で修飾できるこの白の章を相手に、あいつに。どうしたの。思い出せる。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。とにかく何とかしなきゃ。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの。血は血と音と言葉は血か。どうしたのシロ。これは記憶。大丈夫、しっかりして。奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力。これこそが偉大なる我が白の書の。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。
筋を見極めて一気に片付けろ。避けるので精一杯だよ。これも白の力？そうらしいな。頼りないな。しっかりしてよ。今ぞ攻撃の契機だ。謝るのは僕の方だ。ごめんね。怖かったね。早く家に帰ろう、ヨナ。何やら剣のんであるな。この神殿古そうだもんね。早く出よう。間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんをお金持ちにしてあげたかったのに、ごめんね。ヨナ、なんだこれ。国門病か。うん。いつからだ。変な咳をするようになったのは1ヶ月前。その病にかかった人間は全身に黒い文字のような文様が広がり、やがて死に至る。うん、ヨナ。今はそっとしておけ。今は。
どうしてヨナなんだ。何も悪いことしてないのに、僕たち兄弟ばかり、なんでこんな目に。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。ヨナ、まだ小さいのに。